どうもよろしくお願いします。なんで笑点なんですか、音楽が。お似合いですよ。六甲おろしじゃないんですか。西内ひろです、よろしくお願いいたします。いいですね。はい、よろしくお願いします。呼ばれた意味が分かりましたよ。いや、ずいぶん違いますね。西内さんを引き立たすために呼ばれたようなもんですよ。今回の発表した機械、はい、機器のですね、に乗っていただきまして、そうですね、品質測っていただきましたよね。やりました、はい、悪いものの見本みたいな感じで呼ばれてますね。僕は多分僕の点数は48点です。僕今年48歳、ちょうど年齢と同じぐらいの点数ですね。あ、そうですね、はいはい、で実はこの点数では低いのか高いのかというところなんですけれども、はい、実はですね、あと1点で40代男性の標準に入ります。今の段階では低いというランクになってしまうんですけれども、あと1点、49点以上になりますと40代男性の標準に入りますので、 あとちょっとの頑張りで、あ、僕標準なんですか。あとちょっと標準まで。この体型で標準、意外意外、ね、なんか筋肉あるんです、ね、意外にでも筋肉あるんですよ。筋トレとかやってるんですよ。全く現れないんですけどね。筋肉量に関しましては、はい、実はその出ている点数が 63.95 で、これは多い方なんですって。 63.95、 40代男性では多い方なんです。これね、もう一回東京マラソン出れるぐらいの体力ですよ、これ。筋肉質っていうのはどういうことなんですかね、しっくり来ないですね、なかなかあんまり聞いたことなかったので。そうですよね、なかなか普段意識しませんよね、はい、量は。筋肉を増やすっていうのは聞いたことありますけど、質っていうのは僕あんまり聞かないですね。そうですよね、なんか筋繊維が細かったりするとやっぱり少なかったりっていう評価になってしまうらしいんですね、筋質が低いと。でちょっとところで西内ひろさんの筋質、はい、気になるじゃないですか。これがまたすごい点数が出たそうなんですよ。ちょっと聞いちゃいましょう、はい、何点でしたか。92点でした。これは驚異的な点数なんですよ。はい、ちょっと私自身もすごい驚いちゃって、はい、びっくりしました。92点、これはですね、ここにね、すごいですよ。ここに僕と内山君と石塚さんだったら成立しないでしょ。お二人から一言ずついただけますか。はい、はい、そうですね、私も今回質っていうのは初めてのワードだなと思っていて、はい、なので私のいろんな仲間がいるんですね。マラソン仲間だとかトライアスロン仲間だとか、あとはミスユニバース出身なのでユニバースの美を意識する友達なんかいろんなメンバーに伝えたいなと思います。はい、ぜひこのデュアル体操成形使っていただきたいですね。はい、そうですね、はい、では松村さん、なんかスポーツジムのああいういろんな脂肪量とか水分量とかが、こういうご家庭の普通の体重計でこんなにいっぱいいろんなことが分かるんだったら、お体重が落ちていくとなると本当楽しくてしょうがないでしょうね。そうですよね、やっぱ毎日見て乗って、うんうん、あ、こうなんだこうなんだって意識することって大事だと思います、そうですね、なかなかあれですよね、量っていうのはなかなか増えにくいんですよね、筋肉の量は。だけど質は結構変わりやすいって先ほど伺ったので、なんか見ててもモチベーション上がるのかなと。そうですね、はい、思いました。前から質っていうのは気にしてたんですか。でも質を測るものがなかったじゃないですか。そうですね、なのでなんかあんまりしっくりは来なかったんですよ。だから量がこう気にはなってって、でもつきすぎてもなんか見栄え的にどうなんだろうっていうところで気にはしてたんですけど、質が分かればなんかよりギュッとなんかこう赤身の肉みたいな感じで、あーね、それがご家庭の体重計でできるっていうのはいいですよね。そうですね、変にね、なんかこうふにゃっと皮が伸びるような感じの痩せ方はダメじゃないですか。綺麗な痩せ方がいいですよ。今年とってヌンチャクみたいな胸になってもダメじゃないですか。ね、ヌンチャクみたいな胸でこんなシュル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 やるような体じゃダメですよ。ナイスバーディーっていうのは大変ですよね。大変ですよね。本当にこう、ね、いい筋質がいいですもん。こう見た目でも質がいいの分かりますか。分かりますよね。この肌の質とかいいですもん。やっぱりこう質がいい。はい、